した。ただただ水は去り、どうだまさびが。ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ。ハレラマ、ハレラマ、ラマラマ、ハレハレ。ビンダバンダーマキー、ジャイ。ビラプラパダキー、ジャイ。コーダバクタブリンダーキー、ジャイ。おめでとうございます。ありがとうございます。マヤプールとブリンダーバン、ジャガナタプーリーっていうところも、それ知ってますよね。ジャガナタプーリー。ミキヤさん聞こえないと思う。もっと大きい声だ、ね、あのマヤプールから10時間ぐらいで行けるところですね、プーリーは、ね。そこも、このスピリチュアルな世界、精神世界。で、ブリンダーバンも、ここも、マヤプールも、プーリーも同じスピリチュアルな世界。でたくさんのそういうあの今プラパーダのブックトラスト本があったところの上にあこの上かこの継承の先生たちがいますよね。あのプラパーダからバクシガンタマラージからあバクシルのタクールとこの間マヤプールのそういう方々がこういう世界で本当に精神世界を体験している人たち、そういうところに住んでいる人たち。で私たちはこのマヤプールにこう誘われたわけですね。すごくあの感謝して。で、あの今日ご神体ダルシャンしましたよね。で、あのウォラニタイとクリシナバララーマとラダシャマスンダラ。ご神体を私たちがこう見ることができるそういう、うん、この私たちが精神的な視野が、ね、まだないので心臓という形でクリシナが現れてくれてで私たちは対面しているわけですからでそこで私たちはこうお祈りしてするわけです。で個人的にあのお祈りができるのでぜひ皆さん、まあ、さっき話してましたけどせっかくあの特にブリンダーバン来たわけですから自分のハートの祈りをクリシナに捧げて、まあ、最初は感謝、ね、ここに来てありがとうございますという感謝を捧げてで皆さんの自分の望みをクリシナ式の望みまた自分の問題を解決してくださいというそういう望みをクリシナに個人的に頼んでください。そのためにこう私たちはクリシナにダルシャンするわけです。でここのその土地をこう今こう歩いてあのこのこういうお寺に来たらねこのお寺の周りを3周は回るんですよ、ね、で一歩一歩歩くごとに私たちはそのスピリチュアルな恩恵がもらえます。で普通はこう裸足で巡礼するんですけど、うん、特にその聞く唱える思い出すっていうね9つの検診方針の中の基本が聞いて今やってますけどね唱えて思い出すでこれがとても重要でそのキルタンに参加して唱えて聞いてでお祈りをするでそこに自分をちゃんと維持させてください、ね、あの自分の心をご神体とかその思いに集中させてでいろんなことはあの東京とか他のところのだとなかなかこういろんな環境が邪魔したりするけどここはとてもそれが容易です。みんな唱えてるからそのエネルギーが唱えるんで自動的にその唱えやすいですね。ただそのあの思うっていうことは自発的なものなんでだそのためにプラパーダはその本を私たちに与えてくれたわけですでクリシナに対するそういう思いっていうのは私たちはそのプラパーダのような聖者とか献身者と交際によって育まれますからだから日々毎日その本を読んだり自分のサダナ唱えたり勉強をねみんなマドさんから教えてもらったり
そういうもので育まれてます、その思いがね。それでだん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 個人的な思いがもっとクリシナに対して祈れるようになる。皆さんあれでしょ、そういうのが目的でしょ、個人的にクリシナとやり取りしたいわけですね。だからそういうためにあの本をねよく勉強して読んでね、でそういう交際の中でプラッパーダの本を読むことですね。で自分の分かんないことは聞いて、先生から聞いて、あの意味をよく理解して、そしてこの特にそういう形で、聖地に来ると恩恵はひとしおにもらえます。みんな持ってますね、本ね、クリシナブックとかバガバドギータ、それを毎日毎日よく読んでですね、で読む時間なかなかない人はあのカセットじゃなかったYouTube とか、僕あの時代が古いんで、ね、カセットないよね、YouTube とか、あとなんか録音して聞いてください。で例えばそのブリンダーバンでヤシュダクリシナ のお母さん、クリシナのお母さんヤシュダ、ヤシュダはそのブリンダーバンから離れないんですね、お母さんね。でクリシナはブリンダーバンに永遠にいます、元のクリシナが、だから絶対離れないんですけど、ヤシュダがあのなんでブリンダーバンを離れたくないかっていう一つの理由が、そのブリンダーバンの中で、ストーリーの中でその牛乳を沸かして、いた時にクリシナを抱いてて、でミルクが沸騰したんでクリシナを置いてミルクのとこにね行ったっていう話してますよね。マサンと聞いたかな。でそのなんでクリシナをそこに置いて牛乳のとこに行ったんでしょうか、お母さんがっていう不思議なね、クリシナは最愛の子供なのにね、クリシナを置いてミルクのとこに行っちゃったと。それはまあもちろんクリシナの捧げるためのミルクだったんで、ね、まあそれはあのクリシナの愛でそれをやったわけですよ。でそのクリシナブックの中に書いてあるのは、そのヤシュダはそのなんでブリンダーバン離れたくないかっていうと、あの忙しく家事をしている中でクリシナをお使いしたいという、そういう望みが強かった、それが書いてあって、だからヤシュダはいつも奉仕をする中でね、忙しくしてるっていうのはその家事をやってるわけですよ。家族がねクリシナに息子ですから、それの中での奉仕をいつもしていたかったということは、いつもこう動的であるっていうです、ね、あの瞑想とかそういうのもしますけど、でもブリンダーバンの住民っていうのはそうやって動的で、体を使って心を使ってで奉仕をしたい、そういう望みが強烈なんです。でなんで強烈かというと、外側、内側、両方ですけど、特にあの瞑想とかは中で瞑想しますけど、あのヤシュダとかは自分の子供がクリシナですから、すごい動的、なんていうの、強烈なんですね、やり取り。だそういう強烈なやり取りの中でクリシナと交際をしたい、だからブリンダーバンを離れたくないっていうのはそういうこと。だからすごく親密なんです。このブリンダーバンではそういうムードで、スピリチュアルなムードで満ちているわけです。だ私たちがそういうクリシナのリーダーの本をプラッパートの解説を通して読んで、それらの本を注意深く読む、だそうするとそういうものが育まれていく、そういうふうにプラッパートはシステムを与えているわけです。だそういうみんながプラッパートの教えに従ってその通りに進めていけば、そういう感情が芽生えていく。でそういう感情でブリンダーバンに来れば、だんだん本当の聖地っていうものを理解できる。でもそういうものがまだ理解できなくても、ものすごく恩恵があります。ただその特にその奉仕するとね、それがもっともっと浄化がされますから、だから皆さんここに来てね、今日も一生懸命どこ行っても治療してますけど、献身者に奉仕するという、もうお寺の入り口のところであの治療してて、みんな何やってるんだろうって言ってましたね。そういうことでですね、そういう奉仕のムードをクリシナはすごく喜んでくれるね。どこでも奉仕をしたいと思って、
もう見本ですね。いやいやいや、でどこでも奉仕できますから、あの例えばあの僕は年取ってきましたけど、だんだん体は動かなくなりますから腰が硬くなってね、腎臓が弱ってきますけど、でもだんだんそのいろいろ今9つの奉仕があるんで、体がだんだん効かなくても思いとか、いろんな方法で奉仕はいくらでもできるんですよ。で内的にその思うっていうことをそれも同時にするわけですけど、そのバクティはあの内的なことがすごく大事、その内的な思いが外に出るわけですよね。でその自分の感情、クリシュナへの感情を体で表すわけです。でその我は僕たちもその子供とかみんな子供いないか、使えて、子供に対して友達に対して、友情とか、ね、愛情が子供に対して愛情があるから使えるわけです。でなんで使えるかというと、その子供に喜んでもらいたい、成長してもらいたい、そういう思いで使えるわけです。で同じようにその関係性に基づいて使える感情っていうのはそれぞれ違いがあるわけですね。親子の関係とか友達の関係とかね、あと恋人関係とか、それはあのネクタブデボーションに書いてますけど、それその関係を育むのが献身奉仕で、その関係を育む最高の方法が何でしょうか。それはハレクシナそれをあのするわけです。でそのハレクシナを唱えるのもその献身者と交際しながら唱えるわけです。でそれをクリシュナはとも喜んでくれますね。だからみんなでこう一緒に唱えるということです。でそうするとあのクリシュナはとても喜んでくれます。まあ、クリシュナがチャイタンヤという姿で、マヤプールでね唱えた時も何千人という団体で唱えたわけです。だからこのブリンダーマン、マヤプール、プラパーダがそのこのイストンを設立して、その通りにその実現されてるわけですね。何千人の人たちが、まあ、今ここちょっと少なめなんですけど、マヤプールですごかったでしょ。なあ1日何千人ぐらい来るんですかね。何万人、何万人だってすごいですね。そういう規模で歌ったり踊ったりするわけです。だからそのこのゴーディア・バイシュラバっていうのね、このチャイタニアの系列のこの間説明があったと思うんですけど、プラパーダの時代で、そのイスコンは特にその膨大にそのチャイタニアのサンキュータンの運動を大きく広めているわけです。とても傑出していると、それでたくさんの他のサンパラダイの人とかボーディアの人たちもここに来てキルタンに参加してくれているわけですよ。だからそのプラパーダのその功績というのはとても我々の想像を絶するあの功績があります。だからそれはそのプラパーダがその西洋に渡る前も何人かねこういうことを挑戦したんですけど、あまりうまくいかなかったんです。でプラパーダは全くお金がほとんど数百円しかない状態で命がけで西洋に渡ったんですね。そのさっきそこに像がありましたけど、ポンプキン公園だっけ、そこで唱えたのが初めだったんですけど、でそうやって環境は最初は全く良くないんですね。でアメリカでは全然誰もクリシュナ意識わかんないし、そういうバイシュラバのこともほとんど知らないし、そのバイシュラバにどういうふうに使えたらいいか、そんなこともさっぱりわかんない。でそれでヒッピームーブメントの、場所に行ってプラパーダはこのクリシュナ意識をスタートさせたわけです。でそれで逆にそのヒッピーの人たちが、そういうものを本当は求めていた。で古い体制の中でアメリカはすごい問題が出てきちゃって、そこでプラパーダがそういう
社会の問題を全て解決する方法をその当時の今の先生たちに教えてくれたんです。そのプラッパの純粋さ、それがこの運動の大きくしたわけです。だからその純粋な献身者にとてもクリシュナは喜んでくれたわけで、そうするとこれだけ大きな運動が発展していくわけです。たった一人で始めた。で、誰も助けてくれない、そういう状態だったんです。だから私たちもいろいろ問題あるけど、でもプラパーダのそういう苦労を考えれば問題のうちに入らないとも言えますよね。ただ私たちはその弱いですから、あのクリシュナにね、せっかくここに来たんですから祈って、自分の問題をどうか解決してください、そういう祈りもバクティですから、あのそういうことを遠慮しないで、あのお祈りをしてください。塩をプラパーダが体を去った後で体を埋めた、そういうビデオで、マヤコルとブリンダーマンはこうの関係っていうのはどういう関係かっていうと、まずそのよく違いがないって言われます。違いがないっていう意味でどういう意味かっていうと、マヤプールとブリンダーバンの関係っていうのはちょうどゴールドコイン、金のコインみたいなものだ。金のコインの裏と表全く同じクオリティでも裏と表っていう違いがある。そのどの違いかって言ったら、それはクリシュナのが一つであり同時に異なるっていう、そういう性格を持っている。で、クリシュナの主要な、すごく重要なその質を裏と表で表しているんです。マヤプールとブリンダーバン、その2つは何かって言ったら、マヤプールがオーダーリアって言って、クリシュナの慈悲深さ、慈悲深さのムーダ、その姿がチャイタニアで、ブリンダーマンというのはクリシュナとのその親密さ、マデューレン、スイートネス、甘さ、すごい神と生命体、僕ら一人一人とのその親近感で、マヤプールはその慈悲深さ、その違いなんです。神と思わない、神を自分の友達だと思ったり、自分の子供だと思ったり、自分の恋人だと思ったり、もうそのお母さんだったら、ヤシオダだったら、その母性愛、あまりにも母性愛が強くて、その母性愛の愛ゆえに神であるってことを忘れてしまっている。それだけ親密さ、親密な関係だと、そういう場なんです。それがマデューレアで、マヤプールっていうのはオーダーレア、慈悲深さ、それを表しているパスタイムがジャガイとマダイっていう、ね、極悪非道の、ね、罪悪人を殺さないで、クリシュナは悪魔を殺したんです。でもチャイタニアは悪魔を殺さないで、悪魔の悪魔的な心情を殺して、ディボーティーに変えた、そういう慈悲深さ、それがチャイタニアとニッチャンのゴーラニタイっていうディープなんですよ。
で、ラーダとクリシナ、クリシナ・バララームというのはその親密さを表しています。クリシナとバララームというのは兄弟です。でそれは友情関係で近い。ラーダとクリシナというのは恋愛感情で、それを表しているディーティーです。ですから僕は最初に船堀のテンプルでラーダ・ゴービンダをインストールして、そしてゴーラニタイを、ね、あそこにインストールしてた時にダルシャンした時に感じたんですけど、ゴーラニタイのところにダルシャンするとゴーアウト、ゴーアウト、ここから出てって慈悲を配りなさい、配りなさいっていうメッセージがすごく感じます。でラーダ・ゴービンダをダルシャンするとここに来なさい、ここに来なさい、私の足元に来なさい、で私に任せなさい、私の足元に来て安心しなさい、癒されなさいって、そういうふうに来い来い来いってすごく呼ばれてるから、でご覧みたいなところに行くわ、行け行け行けって言うんですよ。来いっていうのと行けっていうのが、それが一つになってるんですよ、クリシナ。それがクリシナの慈悲なんです、両方が。だから昨日あそこでスラビクンジャで話したけど、あのニッチャーナンダのナディア・ゴビンデ・ニッチャーナンダ・マハジャンっていうね、あの中でバクティミノタークルはこのプラブパーダのサンキルタン運動のモットーは何かって言ったらジベドヤ・ナメルチっていう、ジベドヤっていうのは生きとし生けるものにみんな慈悲を配るっていう、ギブするっていう、でナメルチっていうのはクリシナとのその関係を、その親密さを築きなさいっていう、でその味わいを育みなさい、それをマントラを通して、マントラっていうクリシナとの関係を築く。だから僕らにその両方が必要、それがマイプルとブリンダーバムが違いがないと同時に違う、同じクリシナと慈悲で、最後にちょっと思い出したんですけど、プラブパーダの直弟子の人でプリットプラブっていう直弟子の人がいて、その人が日本に来て話してくれたことなんですけど、でプラパーダとすごい親密な関係を持ってた弟子の人なんですよ。でプラパーダがここで他界されたと思う、めちゃめちゃもう落ち込んで悲しくて、それでこのサマディのね、あそこの後ろ、プラパーダのフットプリントがあるんですけど、あそこで泣いてプラパーダ、その切裂感で泣いてたら、そしたらプラッパーダが、お前何泣いてんだと、私はここにはいないよと、私は本配りしている駅前にいるんだと、ショッピングストリートにいるんだと、こうやってメッセージを持ったんです。それも同じことです。私はここにはいない、本当にいなかったらそんなメッセージ来ないでしょ。でいないけどいるっていう、いるけどいないっていう、それがクリシナだから出てきた。それで彼はよし言ってブリンダーバンから帰って、自分の国ドイツに帰って本配りを、でこれがマイプルとブリンダーバン。